入ってくるのあれ好きだけどね。かっこいいね。これなんかね、 うまく使いたいですね。使いたいよ。せっかく作ってもらったし。まあ気が乗った時に使えるように、うん、なんかいろいろ考えてみます。うん、はい、ちょっと飲みきました。ペースさん、ね、ちょっとそう、ペースさん飲みきたんで、じゃあ乾杯。はい、ちょっとお話も聞いちゃおうかな。お願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、乾杯。乾杯。乾杯。ダーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。顔出し、あー、もう全然。さっきのスタジオの、オーナーさんの、はい、はい、ダーさん、ありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。飲みにも参加していただいて、はい、楽しく打ち上げっていうことで、はい、はい、します。始まってんだよね、これね、うん、ないんだね、はい、それではみたいな、まあ、ないよね、あの感じだとね。そうなっちゃうと、嫌になっちゃうから、うん、もう僕らのこだわりで、延長でね、2人でよく話してんじゃん、YouTube 最初。すげえ真剣に話してんじゃん。でも、いい、羨ましい、YouTube を楽しんでる姿が。俺はね、あれね、バキの技自体を知らないから、よくわかんない。確かに。そうないとダメか。それ知らないとね。うん、どっちかっていうと、北斗の拳世代。あ、そうか。北斗の拳はあれできねえもんね。死んじゃうからね、相手。飛行つぶしねって。相手死んじゃうからね。頭が爆発しちゃってる。ウキホさんの。絶対ダメだ。ペスさん、アイデア豊富だからさ。ないよ。教えてもらおう。なんだろうね、やっぱなんかと戦うのがやっぱ好きって、結局いつもね、結局いつもそれ、異種格闘技がやっぱ見たいっすよね。そりゃそうよね。よし君、音楽何で聴いてんの？音楽？あ、いいの？いや、あ、まあそうね、そう、あの iTunes とか。あ、iTunes、 iTunes 月額、そう、Apple Music 月額何して。今さ、ああいうサブスクめっちゃあるからさ、どれにしたらいいかわかんないんだけど、うん、自分に合ったものが何かわからない。なんかあるっすよ、なんか強いの、なんかアップルだったら洋楽が強いとか、ね、どこどこだったら邦楽が豊富とか。いまだにアルバム買ってるからね。あ、そうだ、聴けるのに、うん、やっぱりでもそこはほら、ファン、そうだよね、寄付、まあそう、ね、応援っていう意味だったらわかる、うん、好きだから、好きの証。何日か前に中学生の時のさ、リリックのお母さん持ってきて、インスタで持ってきて、やばい、やばい、本当に。な、何が書いてあった？基本だから、まあ、童貞なのに女のこと書くし、免許ないのに車のこと書くし。なるほどね。ひどい。でも中学生の時にもうリリック書いてたもん。返す返す、めちゃくちゃ早いね。ひどいもんですよ。え、目覚めたきっかけは何ですか？16ぐらいだ。きっかけ、これ、ま、よく中学生でラップやろうと思ったね、俺らの時代の中学生。なんで、なんでなんですか？え、なんかビースティーとか、うん、バンディ MC とか、うん、好きだったから、もともとロッキー聞いてて、で、なんか MTV 世代なんですよ、要は。MTV って、はい、あんまり日本で見れなくて、うん、そうだね。で、なんかまあこう、まあ買うわけですよ、うん、タワレコとかね、はいはい、MTV だったり、向こうの PV が入ってビデオを買うみたいな。 VHS、 VHS、 そう、VHS、 そうすると、何でも入ってる、うん、ラジオみたいに、ジャンルが決まっ、その後半はなんか、10代後半はジャンルごとか出てくるんだけど、最初の頃は向こうのテレビのまんま見るしかないから、そうするともうごっちゃになってる。それが売ってるんすね。番組がビデオになって、番組も海賊版もあったし、相当ませてますよ、ね、それはなかったんですか、誰かの影響みたいな。だってそのみんながみんなそういうのが好きだったわけじゃないでしょ、ね、いや、そういう時代だったんですよ。中1の時に、小学校の時は2つぐらい、ボーイとかさ、はいはいはい、米米クラブとか、はいはいはい、テレビで見るものだけど、なんだろうな、中学入るとバンドブームっていうのがあったんだけど、うん、まあそれもテレビだけど、イカスバンド天国ってことで、あ、イカ天、バンドオーディションの番組があった。ブランキー・ジェット・シティが出たとか、ビギンさんとか、うん、フライング・キッズとか、だからそれを毎週やってたから、でバンド友達でやろうぜって入りやすかったよ。そういう流行りがすごい1年あったから、洋楽邦楽の差があんまりなかった。
で、ラップやったのはいつぐらいかでしょう。5歳ぐらい、15、6歳初めてか。それリップスライムはいくつだったんでしょう。リップスライムは17ぐらいかな。で、リップスライムだとその友達で始めたんですよね。そう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 ですね、同級生ね。違う、いや、先輩方がちょっと地元違うんでしたっけ。そう、で、俺は俺で違うパーティーっていうかで やってて、で、一緒やりましょうよって言って、で、初めて基本的なメンバーで出たのが、あの、まあ、この時多分リップサイブじゃないかもしれないね、名前で。へぇ、で、同じメンバーで。うん。へぇ、それでいくつぐらい来ましたっけ。それ17になる年かな。へぇ、すごいね。でも時代から考えると相当異端なんじゃない？ラップ始めるの。いやめちゃくちゃ早い。だって俺たちの年だってさ、中学生より1回ってたらすごいじゃん、ね、おかしいじゃん。で、中学生の時ってもう日本でヒップホップ売れてる人いっぱいいましたよね。うん、なるほどね。まあまあそうか、いたいた。俺ら中学の時にそうっすよね、売れてたヒップホップ、ほんと多分イーストエンダー、スチャさん、イーストエンダー、イーストエンダー、イーストエンダーじゃないでしょ。いや、イーストエンダーって言ったよね。言ってないから。言ったよね。言いました。言いました。言ってました。見直すじゃあ多分イーストエンダー、イーストエンダー、三品キャンプって知ってます？お話ぐらいは。俺もそうかも。三品キャンプ、伝説のみたいな話ですよね、うん、そうですね。でもそしたら八頭町ってすごいね、うん、なんかそういう。それはなんでなの？八頭町やりたいんですか？ちょっとぽいじゃん。全然全然違いますよね。で、なんか入場曲ってなった時にやっぱりこの一味違う、ひねくれてるから一味違うのが、違うのを入場曲でしたくて、他のやつらが使ってない。そう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 、だから渋いのにしたかったんですよ、うん、で、その当時ちょうどだからその時の友達の影響でそういう日本語ラップみたいなの聴き始めて、で、古いのもなんか浅くちょっと知り始めて聴き始めてみたいな時に出会って、でその蝶のように舞い鉢のように刺すっていうリリックも、その僕のジムクレイジー B なんで、うん、なんかそこに合ってるし、うん、モハメド・アリのさ、うん、名言でしょ、うん、とかいろいろ相まって、あ、これかっこいいなってなってそれにした。だから、うん、あ、渋いねって言われたくてそれにしたとこあるの、うん、自分が上がるとかじゃなくて、うん、あ、そうだ、こいつやっちってちょっとこじゃれてるな、正直、うん、正直だね、うん、こじゃれてんなこいつみたいなのが欲しくて欲しくて入力したの。バカなのかな回ってるよね。カメラ回ってるけど正直だよね。正直ね。赤裸々に包み隠さずね。そう、そういう動機でね、あれにしたの。結果ペスさんのセンサー引っかかってるから。こいつって。会う前にね、やべえ曲やってる。それが欲しくて。友情曲。なんか今回もそのセロリ君に DJ の連絡したら、あ、全然全然知ってるよって言って、矢地くんが使ってくれてるの知ってる、会ったことないでしょ。あ、セロリさんないっす。全然快く。ペスさんの格闘技もともと好きっすよね。いや、うん、詳しくも詳しくないです、うん、闘技は結構いろんな、まあ好きですよ、やっぱり一発勝負じゃないですか。音楽みたいになんかこう勝ったか負けたか分かんないような感じじゃないから熱さはあるよね、リーグ戦じゃないか。ここ最近は大体応援来てくれてますもんね。そうですね、地方もヤチシートが、ヤチシートを目当てにね、応援シートで嬉しいです。タオルもゲットしましたもんね。そうですね、応援席で ありますタオル。嘘、あるよ特典ゲットした。あの引き換え所行ってペスさんもあ、でも可愛いですよね、タオルね。そう、可愛いですよね。うちにはないテイストなんだよ、可愛いあのテイストのタオルは、ビックリマンテイストっていう。あれ、誰が書いてるの。俺はタトゥーアーティストの方が仲良くいて、それでは書いてくれます。かわいいよね、あれ。どんどん作れば、いろんな、いろんなあれ、あの子作ればいいのになと思うよね。いろんな表情のあの子を俺の喋り方の考え方、怖さを、母親みたいな